はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第65回でございます。で、今回のテーマが、頑張りたいのに頑張れない。でね、サブテーマとして、自分ご褒美、かっこ、無知と雨、そして自分を褒める、けなすっていうテーマでやっていこうと思います。で、今回はですね、相談です。で、この2週間ぐらいで、ものすごく同じ相談をたくさんいただいたので、それに答えていこうと思います。で、それがね、今回のメインテーマで、書いてあることなんだけど、特に受験生、これ大学受験の子も高校受験の子も同じね、こう、冬になって、受験も近くなってきたからね、こう、頑張らなきゃいけないんですよ。で、特に大学受験の子なんてセンター近いからさ、もう。で、頑張らなきゃいけないって分かってるのに、頑張れないと。つい違うことをやってしまったり、集中できなかったりっていう経験を、多分ね、思いをしてる方、経験をされてる方もたくさんいると思います。俺もすごいたくさんそういう経験をして今に至るので、経験から思う話と、俺はこうやってやって乗り越えてきたよっていう話をぜひねしていこうと思いますので、そんな悩みをね抱えている方、ちょっとね興味のある方はぜひお聞きください。では行きましょう。で、早速なんですけど、それがねもうサブテーマに全てが入っていて、まず自分ご褒美です。無知と雨と書きました。で、みんなさ、こう勉強頑張ってるでしょ？で、もちろんこう聞いてくださってる中で、こう社会人の方とか、主婦の方もいらっしゃると思います。で、主婦の方はもちろん家事が大変な、自分も家事やる身なんでわかりますけど、家事がすごく大変だし、社会人の方はお仕事されてたりとか、他のことをね、されてる方もいらっしゃると思いますので、それぞれの方がそれぞれのことを頑張ってると思うんです。で、その中で、自分にご褒美あげてますかっていう。これね、実はすごく大事なの。この自分にご褒美をあげるっていうのが。で、例えばなんですけど、今回は社会人の方とかもね、いらっしゃるの分かってるんですが、じゃあ中学校3年生を、ピックアップというか、について話していきます。もうね、高校生の子もいるのも分かってるんだけど、ちょっと中3の子をイメージして喋っていくよ。で、例えば、勉強しててもね、こう気持ちが入らないとか、明らかに自分で集中してないのが分かるとか、ああ、携帯が気になるとか、気づいたら YouTube で違うなんか動画見てるよ、1時間経っちゃったとか、たくさんいろんなことあると思うんですよ。いろんな後悔したことというか、っていうね、経験があると思います。で、それってやっぱ簡単に言うとメリハリがつけれてないというところにやっぱ行き着くのかなと思っていて、で、例えばね、こう自分ご褒美あげてますかとか、自分になんかご褒美やってるって言うと、結構な子がね、あ、やってますよ。だって、いっぱい休憩してますもんとか、いっぱいなんか携帯見たりとか、テレビ見たりとかしちゃってるし、っていう風に返ってくることが今まで多いの、経験上。もちろんね、そう思わない方もいらっしゃると思いますけど。でね、自分ご褒美って、俺、その、ご褒美をあげるときに、すごく大事なルールが何個かあると思っていて、まずその一つが、無知と雨なんです。で、一般的に、雨と無知って言われるじゃないですか。で、飴をあげるから、ムチを叩くみたいなイメージなんですけど、順番からすればね。でもそうじゃなくて、ムチと飴じゃなきゃいけない。ご褒美っていうのは。これどういうことかっていうと、何かをやったからご褒美をもらわなきゃいけないの。やる前に、これをもらったから、さあ頑張ろう、じゃないんです。順番としては。で、これもちろんですね、何かをもらったから、よっしゃー、これで頑張れるぜっていうタイプの人もいます。いるよ、実際。けれど、今まで出会ってきた人、そして自分自身、俺自身もそうだけど、基本的に人っていうのは、もらってしまったらそこで完了してる。欲が満たされてるから、その後の頑張ることっていうのはやっぱ質が下がるよね。だから、そうじゃなくって、これを頑張る。辛い思いを乗り越える。だから、その先にご褒美がなきゃいけない。で、それを勉強に置き換えるんだったら、じゃあ例えばこのページ、この数学のワークのこの3ページ、ここまでをやろう。やって、しかも復習まできっちりやろう。その内容にこだわんなきゃダメだよ。ただ単に問題を解くだけじゃない。解いて間違ったとこも復習する、確認する、できるようにするって。そこまでやったら、よし、携帯30分いじろうとか、動画30分見ようとか、そのご褒美も自分で決めていいです。時間も内容も。そのバランスは自分で決めたらいい。で、休憩しすぎたら休憩しすぎたなって思うから、思ったら次回減らせばいいんだから、そうやって調整していく。ただし、このご褒美システムは絶対に無知が先に来なきゃダメ。頑張ったから自分にご褒美をあげるの。いい？
先によっしゃこの動画やりたい勉強しなきゃあでもまあいやちょっとまず30分動画見てからあれしよう勉強しようこれ見たら絶対頑張るよみたいなのは絶対ダメです。俺はね俺はそう思ってる。だから必ずやることをやってから休憩だったり、まあ、ご褒美なんでもいいんだよ。プリンを食べるとかね、テレビね録画してたドラマ1本見るとかそれでも構わない。そうやってねやっていくとメリハリがつきます。これ勝手につくから。でもこれ2つ目のルールが発生するのね。メリハリをこれを崩さないためにはその決めたご褒美、これね勉強に関してだったら時間がいい。やっぱり30分とかあのね動画2本とかしない方がいいです。ドラマだったら1本だいたい1時間で決まってるからもう1時間って時間で決めたのと同じになるんですけど、あんまり曖昧にしなきゃいいです。音楽も30分だと30分で決めます。で2つ目のルールね、その決めた時間ご褒美のね決めた時間は絶対に破らない。これは1秒でも破っちゃダメです。例えばありがちなのが、じゃあこれここまでやったら10分歌聴こうみたいな風に思って、じゃあ10分ねこう携帯でもいいけど、まあ、YouTube でもいいですけどね音楽を流すと。でその時に休憩ってした時にね、自分の持ってる携帯でもいいしあのストップウォッチでも構わないんですけど、タイマー測った方がいいっすよ。ピッて細けえなって自分で思うかもしれないけど細かくした方がいいです。こういうことは大事なことだから。で例えばじゃあ音楽を聴いてて1曲目が2曲目分かんないけど聴き終わった時に7分でした、あと3分でしょ、あと3分かでももう1曲聴きたいな、ピッて始めるじゃん。で時間が経ってく経ってく経ってくね、7分から始まってるから10分ぐらいの時にはちょうどいいよね、まあ、最後のサビが来るとこかもしれない。でその時にあともうちょっとでこの曲終わるからこの曲終わったら始めようみたいなのもしない方がいいです。これは俺が思ってることだからね、そんなにきつくしなくてもいいじゃんって思う子はね全然なんだ参考にしなくて構わないんですけど、そこはもう9分40秒ぐらいになった時にもうピッて切る。音楽の途中でもそれか、音楽聴き始めてこの曲の途中で10分になっちゃうからもう一曲は次の休憩に我慢しようとかって思う。その10分っていうところを破らないっていう、それがすごく大事です。でこれなんで大事かっていうと、自分で決めたことじゃん。で自分で決めたことを自分で破ると自分のモチベーションが下がるんだよ。例えば人が決めたことを自分で破るんだったら、だって私納得してないしみたいな、ちょっと言い訳ができる。いや私が決めたんじゃないもんみたいなことも言えるわけだけれど、自分で決めたものは自分で決めた、自分の意思なんだよ全部そこが。でそれを破ってしまったら全てがもうダメになっちゃうんだよそれで。だから自分で頑張ってきたこと、メリハリをつけて頑張ってきたことが一瞬で崩れていくそれで、っていうタイプだったの俺が。なんでこんな熱く語るかっていうとね、自分がそういうタイプだった。だから1週間1ヶ月って頑張るじゃん、そのルールを守って。で頑張ってくるとね一瞬気が緩む時がある。いっかって1ヶ月頑張ったもんね俺って思って1個破るんだよ。そうするとね、その破った後にまたその同じとこのモチベーションで戻すのに超時間かかる。なぜなら自分で1回ルールを破ったって負い目をどっかで感じるから。一応もちろんそんなこと感じない子もいるの分かってんだよ、ごめんね、かなり偏った意見で今喋ってますけど。なのでまず自分でご褒美をあげるっていうシステムは作った方がいいです。休憩してる場合じゃない、私前の子より追いついてないからもっともっと頑張んなきゃ、休憩なんかしてらんないって、それは違うよ。絶対にコンスタントに休憩は入れなきゃダメ。いい？2時間3時間4時間でぶっつけて頑張る人なんてないんだよ。1時間経ったら10分休憩する、1時間経ったら10分休憩するっていいんだって、その方が効率がいいから。いい？1時間経って10分休憩してやったことを4時間ぶっ通しでやった子だったら1時間で休憩してる子の方が勝つから、メリハリがつけれてるからその後はねって思ってるんで俺は。だから自分でご褒美をあげることで、ご褒美をあげるときは絶対に無知が先に来ること、頑張んなきゃダメ、頑張ってから休憩をするっていう。で最後に自分で決めた休憩は本当に少しのことでも破らないっていう、そこをぜひね徹底していく。それをすごく大変なの、これ、ね、すげえ大変なんだよ、経験者は語るなんですけど、もうねまあ、もうなんだちょっといいじゃんって思う時がたくさん来るんだよね。やっぱ自分で決めたことなんで破るのも簡単だからさ。そうでもそれをねぜひグッとこらえて続けてみると、なんかねメリハリがついてくる。そう、あ頑張れてるって、頑張ってるからこの10分は休憩していいんだって、その10分の休憩の質も上がるの。
勉強の質問上がるんだけど、すごいね、なんか休憩してる時に、ああ私休憩してていいのかなって思ってた子たちがすごい伸び伸び休憩できるから、よしもうこの10分はいいんだもん、休憩の時間だしって、その代わりこの後またよし頑張ろうみたいな風になっていけるので、ぜひね参考にしてみてください。でサブテーマ2つ目のね、自分を褒めるけなすっていうのはそこにつながる話で、結局自分自身を褒めるのも自分自身をけなすのも自分自身なんだよ。まあもちろん周りに褒められたり周りにけなされることもあるよ。ね、周りにけなされたり周りにダメ出しされたらへこむし、周りに褒めてもらえれば嬉しくなるけれど、一番はやっぱ自分自身で褒めてあげるかけなすかっていう、そこはすごい差が出てくる。でぜひ自分ご褒美システム、これは採用しなくてもいいです、これは俺が勝手に言ってるだけだからね。でも自分のやり方をやって、で自分がね頑張ったことはちゃんと褒めてあげる。いい？あのね、どうしてもネガティブに走っちゃったりダメ出しをしたがる子っていう多いんだよ。自分自身に自分のあらを探すというか、ダメなとこって見つけやすいからね。でもそうじゃない、頑張った自分をきっちり褒めてあげる。いい？一個でもいいから、一日一個でもいいからちゃんと褒めてあげるっていう習慣をぜひつけてあげてください。受験が近づいてくるとね、やっぱ追い込まれます。今でも多分結構追い込まれてる時期だと思うんですけど、もっと追い込まれる。中学生、この私立の方も1月でしょ、で公立の子は多分地域によると思うけど2月後半から3月なのかな、きっと。でまあ私立だったらもう来月でしょ、試験があと1ヶ月、だから多分もう私立の子たちはもうピリピリだよね。で公立の子たちはあと 2,3 ヶ月で、これが年を越して私立組が終わったぐらいからは本当に追い込まれてくるから。でもその時にこうやってメリハリをつけて、私は頑張ってるって、ちゃんとメリハリつけてやってきてるっていう風に思える子は耐えられるから、そのプレッシャーに。けれどそこを中途半端にしてしまって、頑張る時、ああでもあの時はサボっちゃったんだよな、でもこの時頑張る、あでもあの時サボっちゃったもんなっていう風にちょっと不安定になってしまうと、プレッシャーにやられてしまうので、ぜひこれから受験が終わるまではね、この自分ご褒美システムっていうのをきっちり守る癖をつけてあげてください。いいかな。それでもね、あれなんだよ、でもバランスが大事で、人間なんで失敗することはたくさんあります。一個失敗したからって、あもう私ダメだってそこまで思わなくていいです。ちょっと俺がね今きつく言ってるのでそう思っちゃうかもしれないんですけど、そこはねバランス、一個の失敗ぐらいで人生終わるわけじゃないんで、いいかい。だから失敗しないように気をつけるんだよ、きっちり時間を守るっていうその意識は大事なんだけど、もし例えばね寝るつもりじゃなかったのに寝てしまった時とかあるんだよ絶対に。こうねちょっとソファーで5分休憩しようと思ったらもうね体が疲れて寝てしまったって、そういう時はポジティブに考えて、もう体が疲れてたんだって、休憩しろって体が言ってたんだって、よし切り替えて今日からもう一丁頑張るよみたいな風にやってあげてください。その不意のね失敗っていうのはそこまで引きずんなくていいので、いいかな。まあ、ちょっとね言ってることが矛盾すると感じるかもしれないんですが、私の経験上そういう風に思っておりますので、ぜひ参考にしてみてください。で、今回の内容はこれで終わりです。で、まあ、受験生の話を今回してきましたが、途中にもね何度も言ってますけど、これから本当にしんどくなっていきます、受験生の子たちは、気持ち的にも肉体的にもね。で、しんどくなって辛くなるというか、わーってなりやすいんです。頭の中がこう真っ白になるというかね、何も考えられなくなってしまう時も出てくると思うんですが、例えば学校の友達とか学校の先生、塾の先生、例えばまあ家族でもいいんですけど、話せる相手がいる場合はね、どんどん話してしまった方がいいです。悩みっていうのはあまり溜め込まない方がいい、受験期は。でもしその話す相手がいないっていうことであれば、自分の方にメールとか送ってもらえれば、いつも言ってるようにね、もう返信率、返せる率はすごい低くなってしまってますけど、できる限り返せるようには頑張りますので、で必ず読んでますので、読むことはそう、ただ時間の関係上ね、もう返せる子がほとんどすごい少人数になっちゃってるから、そこは申し訳ないんですが、もしねちょっとしんどくなって「もうどうも」みたいなになった時は、ぜひメールとか送ってください。はい、力になれる限りは頑張りますので、よろしくお願いします。であとは安い言葉になりますけど、心から応援しております。毎年ねこの動画の活動を始めて、もう今年で3年目、受験生と言っていいのかな、まあ、受験生と言わせてもらえるんであれば、を迎えるのも3回目になります。今年でね。で、まあね、毎年毎年こう見てくれてる方が増えてるので、一昨年よりも去年の方が受験生、自分がね、こう接してて、いろんなこと話したりとかいうことも多かったし、で、今年もね、やっぱ一番多いです。で、その中で、
一人一人にね、もちろん応援メッセージを入れたらいいんですけど、なかなか物理的にも難しいところがあるので、この場を借りて心から応援しております。本当にみんながね、志望校に受かれるように、もちろん終わった時に志望校に受かる子受からない子は出てきます。これはしょうがないことだからね、出てきますけども、無責任な言い方になるかもしれませんが、心から本当に心から応援しておりますので、ぜひあと数ヶ月頑張ってください。で、俺の方もね、動画を撮影することしかできませんが、一生懸命一本も撮って配信していきますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。では今回はハイチのダラダラジオ第65回、頑張りたいのに頑張れないというテーマで喋らせていただきました。今回もね、聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回がついに今年最後ですね、27かな。で、最後なんだけど、もしかしたら大晦日とかにね、なんか一本撮って配信するかもしれないです。わかんないです。できたら大晦日、年越しの瞬間ツイキャスとかやったら面白いなとか思うんですけど、なんかネットで調べてたらサーバーがパンクするみたいな、みんなそう同じことを考えてるので、まあ厳しいかもしんないから、まあひとまず来週で今年最後のダラダラジオになるかと思いますので、もしよかったらね、そっちの方も聞いてみてください。では今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。